ミラージュいいぞこれ。えぐい、もう一回たけるわ。やばいやばいやばい、アビリティがおかしい。あーでもなんかちょくちょくプレデター混じってんな、一応。ナイチャーン。うん、プレデター混じってはいるんだ。どういうことだ？なんだかんだ、混じってはいるけど、ピンキリってことが、やはり、かもしれん。一応赤いのいるはいるんだけど、って感じだな。まあ、あれだな、俺は戦っててよかったわ。こんにちは。今ね、視野使ってる。ありがとうございます。頑張っちゃってください。いけますよ。これすごいな。ミラージュ。化け物になっちまった。こんにちは。プラウラ強え。視野も楽しかった。あ、そのままミラージュ取っちゃった。ごめんよ。ちょっと使ってみてんだ、俺。こいつの。30秒ウルトを使ってみて。マジで魔境だねこれ。貴様ら全員が、いやでもこれで何が起こるかっていうと、ガチでプラチナとかで粘るセミプレが出てくるはずだ。プラチナとかゴールドとか多分ガチで粘るんだと思う。リーダーに続け、この俺にな。ま、勝てればどっちでもいいんだが。いや楽しみ、マジで超楽しい。世界一位だからもう俺しかいない。いや面白い、今んとこマジでおもろいぞ。別につまんないと思うことないな。こんにちは、お疲れ様です。そう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 、楽しいね。あって、これはしゃあねえ。そう、でもそうなんだよ。セミだった人たちは、ワンシーズンどころか、2シーズンやってねえぜ。2シーズン。そうだって、多分シーズン17くらいから全部やってるっしょ、それで。うん。シーズン17、18、19って多分戦ってないから、もう無理だと思うぜ。マジで。不可能よ、帰ってくんの。今シーズンは、プラウラー取り手かな。恐ろしいぜ。だから、1年ぐらいやってないってことだね。で、ちょっと待って、これ、その、レプリケーターも触ってみたいんだよね。レプリケーターはどういう感じなんだ？本当だよ。確かに。これは？弾か、クラフトメタルか。こうすると？はやー！超速えじゃん！え、やばくない？超速いんだけど。もう出てきた。でもう使用済みってなった。え、これ味方は触れんのかな、これって。新しいキルリーダーが、いいぞ、早く行くぜ。そういう感じか。あ、取り手だ。おいや、ねえ、え、これめっちゃいいじゃん。え、これ味方は使えんのかな。一人一回か。よかったよかった、今ので俺が消費しちゃったら申し訳ねえからさ。あ、よかったよかった。え、これ確か味方蘇生してもいけるよな。ね、おもろー。ちょっとちょっと、運営さん分かってんね、これ面白すぎるぞ。よかったー。使えなかったらマジでどうしようかと思っちゃったよ。そう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 。
使われます。そう、ニューキャンを使ってみたいんだよね俺。ニューキャン俺アビリティ硬くするといい気がするんだよな。速度なんかな、ちょっと迷うな俺。アビリティやりてー、作れないですね。面白い。で、ウルト溜まったから、ウェーンって。これ30秒で帰ってくるからな。もう溜まる、ウルト。早すぎる。やべえ、これ面白い。こんにちは。もうウルト溜まるんだけど。やべえ。おもれえ。ミラージュいいぞ、これ。えぐい、もう片開けるわ。いや、これで、俺、これで漁るわ。これで漁れる。やばすぎる。ああ、これおもろいわ。流行らせるしかねえ。ミラージュです。いや、でもね、俺全然いいわ。てか、アンチガイ耐久はあれだよ。5分範囲なければいいらしいから楽だよ。アビリティレベルだわ。ちょっと待ってね。走らせるわ。いけー、行ってこーい。いけー、いけー。これやべえ、マジで。これぞミラージュって感じするわ。いいな、アビリティなんだけど。これ面白すぎる。なんだ、3パーずつ増えるのやばいな。だって、一人倒したら多分いけるぜ、もう一回。だからほんと緊急離脱用かもしんねえな、ファイト用っていうか。これ面白い。あ、待って、俺サポートだ。これサポートのやつ開けるんだ、これ確かで。100円もらえるはず。これだ。これを開くと、あ、来た。これで100円だ。いや、おもろいわ。いや、ミラージュ増えなかったら多分大丈夫だと思う。あ、ヒートシールド。そう。一般プレイヤーはそこなんよ。第5までいるのはイカれてるからな。報告。レプリケーターを輸送中です。上空にレプリケーター。アビリティ2個たけんのも面白いよな。これは、自分のアーマーかな？アーマーが増えてく。アーマー値が増えるかな。うん、絶対面白い。しかも周囲環境マーク中、シールドをリチャージ中。おい、敵だ。そう。お、強ーい。え、面白い。うん、面白い。え、これいろんなキャラ使いたいな。視野2週間もあるからそんなに急ぐ必要もねえしな、別に。早すぎ。リング閉鎖まであと10秒。
残りは 50% だ。わかりやすい。デコイエスケープを展開。騙されたな。騙されたな。私に眼力を恵みたま。騙されたな。騙されたな。やべ、騙され続けてる。誰かがここを通ったようだ。あれ、登らねえ。やべえやべえ。ウルトの溜まる速度が。こんにちは。新シーズンも頑張っていきます。あのケアパッケージはゲットしとこうぜ。やばすぎるこれ。こんにちは。あれ、当たんねえ。行ってこい。なんかリングに戻れってのが出てる。これが5分半か。あ？騙されてるね。で、ウルトがまたハマると。やべえ、まだ溜まった。やばすぎる。やべやべやべ、どんどん溜まってる。すごい。すげえ。楽しいぜ。リロード中だ。攻撃されてる。騙されろ。体力を回復する。ウルト溜まらせたことやばない、マジで。騙されたね。え、待って、アビリティ溜まった。スローが重て。やばいやばいやばい、アビリティがおかしい。これ金ヘルなしだね。これより速くなるぞ。あ、これ速くなるやつだ、これ。おお。やべえ。やばすぎる。ずっと溜まってる。最強かっこいつも一緒って最強キャラクターになった。騙されたね。騙された。早く行くぜ。マヌケな奴らは騙される。閉鎖まで残り1分。リングは近い。おお。やばい。え、でもこれぞなんかようやくって感じするわ。さあ、デコイの出番だ。リングは近い。残り行け。デコ行ってこーい。走ってこーい。ゲゲゲ。いや、これ絶対面白いけどね。これも溜まった。ほら、シールドチャージ中だ。こい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 。うん、ようやく聞こえたぜ。位置について用意。
されろ。シールドをチャージ中。レブ使ってみたい気持ちあるんだよな。レコイを行かせる。緊急脱出を開始。なくなっちゃったよ。デコイ絶対うるさいもんな、これな。足音が。面白い。今まであんま見る気もされてなかったからな。こんだけ出してたら多分どれが本体か分からなくなっちゃうんじゃないの、最終的に。これをもう一人送り出す。イケメンだな。強すぎ。お疲れ様です。マジ悲しすぎる。面白い。デコイじゃない確証はどこにある？あっちに悪い奴がいるぞ。行くぞ。ああ、自分がどれだか分からなくなっちゃった。ワンちゃん。デコイで騙してやる。リロード中だ。あ、これ当たんねえのか。落ち着け、オクタン。展開しとけ、展開。こいつ実はちょっとウルトのおかげで展開できんじゃないの、ある程度。めっちゃでこい。めちゃめちゃ出されちゃって笑っちゃう。でこいが。お疲れ様です。今日はねミラージュなんですよ。あれ滑るな。俺はフルでって無限に言ってる。結構上げられる。なんだかんだ言ってちゃんと舞台回避させればもうバンバン上がってくね。もうこれおもろいわ。
めっちゃ出るけど難しいわ。くそ、吸われてしまった。範囲が分かんねえ。ナイファーイ。まあでもおもろいキャラクターではあったな。じゃあ次俺あれ使ってみたいわ、ヒューズ使ってみたいわ。面白いキャラクターではあった、めちゃくちゃ。こんばんはー、シーズン20来ましたよ。なんだけアビリティ高いのおもろいな。ゴリゴリ、うん、楽しかったわ。迷ってるわ。でもフラフラとエルスター迷うな、どっちも強い。俺はね、なんかね、アンロックしかないといけないんだよね、ヒートシンク出すために。そう、ヒートシンク出すよ。楽しいよ。そうなんだよ、リロード邪魔だなって思う場面が今なんなら今あったね。あんだけやっぱ3人生き残ってる時どうしていいか分かんなくなるわ。正直なんかエルスターだったら勝ったんじゃねみたいな感じしちゃったわ。いや迷ってる。そう、フラウラーでもな、相手が上振れちゃったら負け確定だからなとも思うんだよね。かといってエルスタープラウラーは絶対違うしなっていう。